右側です。ジャックドア足元にご注意ください。乗客様のお忘れ物のないように願います。こんにちは。今日は新札幌駅まで来ております。今この辺再開発が進んでおりまして見に来ました。このように工事現場、建設現場がちらほらと、こちらもですね再開発が進んでおります。めったと来ることないんですけども、あ、これもだ、これもですね、めったと来ることがないんですけども、せっかく来たのでいろいろと見ていきたいと思います。では新札幌バスターミナルですね。デュボっていうのかな。こちらも再開発のビルですね。ここも横断橋新築工事、すごいな、なんかいろいろと立ってるな。この手前も何か建てようとしてるんでしょうね。いや、すごいですね。これからどういうふうに変わっていくのか非常に楽しみではあります。こちらでも何か作っております。何を作ってるんでしょうか。クレオレジダンス新札幌駅前新築工事、何なんだろう。ここいいですよね。歩く側と自転車を乗る側が2つに分かれてるんで結構怖いですからね、自転車も。ここはいいな、歩きやすい。空中回廊があるって聞いたんですけども、どこにあるんだろう。今駅の周りをぐるっと回ってるんですけども、ないですね。どっかの建物の中にあるのかな。もうちょっと探してみます。わ、ニトリが見えてきて、歩道橋上がってみます。なんか今のところそれらしいものがないんだよな。シェルター、いやー散々迷ったんですけども、どうやらこっちっぽいですね。東側、奥西側ずっと行ってました。おそらくこの辺りに空中回廊が
あるかと思います。あそこが新札幌のバスターミナル。それを今東側かな、東に来てるのかな、再開発してる方向に向かっております。あ、見えてきた、これだ。ちょっと見えないな、これだ、空中回廊。通れんのかな。いや、見つけた、病院のとこですね。この辺だ。これもマンションです。これはなんだ、わからん。見えてきました、空中回廊。歩けるのかな、歩けるなら歩きたいけど、なんかいいのかな。この辺一帯再開発をしております。誰も歩いてないんだよな。このようにずっと円を描いてつながっております、建物同士が。ということで、なんとか空中回廊に来れました。一周ぐるっと回ってみますね。このように病院があって D スクエア新札幌の建物から来ました。で、今建設中で、病院と D スクエア新札幌がくっついてるような、つながってるような形になってますね。こちらが空中回路。病院。楕円の誕生とか、いろいろと説明がありますね。脳神経外科。ここが脳神経外科の病院につながってます。
多分夜になると電気がつくと思うんですけども、今は電気ついてないです。このようになってますね。こちらがなんか商業施設とかがくっつければいいような気がするんですけども、そのうちくっつくのかな、その商業施設も。地下鉄新札幌駅、 JR 新札幌駅につながる予定みたいですね。パーキングもつながってんのかな。こちらでも建設中の建物があります。ちょっといろいろと完成したらまた来てみたいですね。なんとか歩くことができました。Dスクエア戻ります。今日は新札幌再開発現場まで来てみました。よければチャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。